札幌の岡玉空港に着陸した白と紺のプロペラ機。明後日新潟便が就航するトキエアの飛行訓練です。トキエアは新潟に拠点を置く新規参入の格安航空会社で、今回の岡玉新潟線が初めての路線となります。座席は左右2列ずつの4列。シートは革張りで座り心地も良さそうです。 客席は全部で72席。座席の前後の間隔は大手航空会社と比べても遜色ない広さだといいます。身長178センチの私が座ってみても足元、かなり余裕があります。窮屈だと印象は全くありません。フライトの際は2人の客室乗務員が乗り込みます。機内での飲食サービスや Wi-Fi、USB のコンセントはありませんが、その分、価格が安く設定されています。岡玉新潟線の運賃は片道6,900円からで、運行は金曜日から月曜日までの週4日、1日2往復、新潟までの所要時間は1時間45分を予定しています。明後日の就航日のみ、特別に水曜日の運行となります。